こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私がやってきたのは、千歳船橋。それでは早速行ってみましょう。激狭、駅直、最安など当チャンネルには、いくつものシリーズがあるわけですが、今回ご紹介する物件が、どのシリーズに属するかというと、おかしな間取りシリーズ。長年多くの方に愛されてきたおかしな間取りシリーズですが、今回はついに過去一と言ってもいいぐらいおかしな間取りのお部屋に突撃したいと思います。もはやシリーズ最終回と言っても過言ではない、そのヤバすぎる間取りを一足先にご紹介しちゃいましょう。それがこちら。なんぞこれ。この部屋を設計したの、小学生ですか？やはり意味不明なのが上部にある。ルーフバルコニーからのアネックス、これは、離れというやつですね。からのもう一つルーフバルコニーという、アネックスのルーフバルコニーサンド。これは、間取り図を見ただけでは、なんでこんなことになっているのか、意味不明すぎるので、一刻も早く現地で、本物を確認したいところですね。ですが現地に着くまで、少々時間がかかるので、ここで一旦、千歳船橋駅の家賃相場の発表です。はいどーん。千歳船橋は世田谷区にある駅です。世田谷区というと、ハイソなイメージがありますが、千歳船橋に関しては、世田谷区の中でも家賃相場が低く、私のような庶民でも暮らせる街になっています。駅南口の桜ヶ丘に東京農業大学がある関係で、南口エリアに学生ターゲットのリーズナブルな賃貸物件が集中しているからです。それが家賃相場を押し下げているのでしょう。大型商業施設はないものの、駅周辺にはスーパーやドラッグストアが集中していて、かつ駅の南北に商店街もあるので、買い物環境は充実していると言えます。また、学生街らしく飲食店や居酒屋も多いので、外食派の方も仕事終わりにいっぱいやりたい方も満足できるのではないでしょうか。この撮影が終わったら渋谷に戻んないといけないんだよなぁ。そういや、ここから渋谷まで何分かかるんだっけ。そうだ、こんな時こそ、通勤時間マップの出番だ。ここから渋谷までは、20分、あ、新宿も20分で行けるのか。池袋は30分、ちょっとかかる、でも東京は35分。距離の割に意外と早く着く。このサイトをうまく活用すれば、土地勘のない駅への移動時間が比較的にわかるので、引っ越し前の通勤通学時間の確認に一度利用することをお勧めします。とはいえ、そもそも自分で調べるのがめんどくさいよ、という方や立地にこだわりたい方は、周辺地域の情報をまるっと網羅しているあなたの理想不動産をご活用ください。物件情報サイトで調べるよりも、もっと簡単に理想の物件に出会えます。概要欄から公式 LINE を追加して、あなたの求める物件情報を入力、もしくは相談。チャット GPT より正確にお答えします。ただし注意点が一つ。2ヶ月以内のお引っ越しをお考えの方に限らせていただきます。それよりも期間を延ばしてしまうと、都内だとほぼ核で埋まってしまうので、お引っ越しは短期決戦で行きましょう。と言っている間に目的地に到着しました。こちらが千歳船橋駅徒歩8分の過去一長い間取りのお部屋です。このマンションの売りの一つが2階のメゾネットのお部屋に専用ガレージがついていることです。目の前に環八通り、東名高速の IC まで10分とドライブにぴったりの立地ならではのセールスポイントですよね。と言いつつ、今回お邪魔するお部屋に専用ガレージはございませんので、あしからず。エントランスに入ると出ました、オートロック。これを解除したら目の前のエレベーターが開くのか？おっと、エレベーターかと思いきや、やっぱり自動ドアだった。そして共用廊下の照度が低すぎる。これはもうムービーを通り越してもはやホラー。しかしエレベーターに乗るにはこのホラーな廊下を通るしかない。無事到着。そんでエレベーターはバカ明るいんかい。とここで今日のインスタグラムおすすめ物件紹介。本日のおすすめはこちら。学芸大学駅徒歩8分の 2DK のお部屋。
壁周辺には商店街があったり、利便性に恵まれている街です。ちなみにこの物件には庭がついてたりもします。リビングは2部屋合わせると 9.3 畳もあり、デザイン性がかなり優れているお部屋です。ぜひ、この物件の詳細が気になる方は、インスタグラムまでご連絡ください。はい、本日、お伺いするのがこちらのお部屋です。今回は画面端に、お部屋の間取り図を添付しておきますので、どの部屋に何があるのかを一緒に確認しながら進んでいきましょう。それでは行きますよ。あなたの理想不動産。いざ、入室。ほほう、フラットタイプの玄関ですか。で、玄関が妙にかくついてんなぁ。こんなにガクガクした玄関兼通路、めったにお目にかかれませんよ。一体何があったらこうなるんだ。一つ目のコーナーを曲がると、収納らしきものがありました。もしかしたらこれがシューズラックかな？正解きたこれ。左列が可変式の靴収納エリアで、右列が傘立てでした。容量としては、一人暮らしなら、これで十分って感じでしょうか。その先を進むと、左右にそれぞれ一枚ずつ扉がありました。左の扉の先はトイレのようですね。タイルのカラーがグレーからホワイトへと切り替わり、清潔感増し増し。トイレ本体は温水洗浄便座対応で、タンクには手洗い場付き、釣り戸棚もついていますね。間取り図によると、残る一方の扉の先にはリビングがあるようです。ここまで細い細い通路しか歩いていないので、ようやく広い空間に出られそう。それではリビングへゴー。おお、想像以上に広いし日当たりもいいぞ。さっきまでの閉塞感が嘘のようです。リビングの手前に存在感抜群のオープンキッチンがあったので、まずはそちらからチェックしていきましょうか。白基調の人造大理石のカウンターにガスコンロが見口と、切りまな板一枚置けそうなぐらいの作業スペースに、やや小ぶりのシンクが並んでいました。コンロの下にはグリルもありましたね。キッチンの右隣が水回りらしいので、ちょっと寄っておきましょうか。はい、こちらが水回りです。空間としてはそこまで広くないものの、洗面台はタワマンにあってもおかしくないレベルの大きさのものが設置されています。あ、三面鏡の一段下も鏡になっている。これは素敵な気配り。洗面台はマットコーティングされたカウンターと、一体化したタイプで、深めの洗面ボールの両端に、ガバッとスペースが用意されているので、洗面台周りが物で溢れがちな方でももう満体。洗面台の左手にはお風呂場がありました。扉を開けると、なんということでしょう。浴槽、洗い場ともにゆったり、サイズのお風呂場が現れました。これに加えて、もちろん浴室乾燥機付き。いいなぁ。うちのお部屋のお風呂場と今すぐ交換してほしいなぁ。再びリビングに戻ってまいりました。こちらのリビング、大きさこそ違えど南向きの窓の数が多いおかげでどこにいても明るいですね。リビングの奥はスライドドアを挟んで 3.8 畳の寝室になっています。この空間、一見するとリビングみたいですが、実はスライドドアの手前でリビングは終わっていて、寝室という扱いになっているんです。その証拠にほら、ここにもエアコンがあるでしょ？リビングとスライドドアで仕切って使用されることが想定されている証拠ですよね。なお、この寝室には一応申し訳程度ではあるものの、クローゼットがちゃんとついていました。間取り図を見ると、これよりも一回り大きな寝室がすぐ隣にあるみたいなので、私だったらこの部屋はいっそのこと、書斎や作業場として使うかなぁ。もちろんスライドドアは開けっぱなしです。ではもう一つの寝室に行ってみましょう。こちらの寝室は 6.3 畳としっかり広いです。これだけ広けりゃどんなサイズのベッドでも余裕で置けますね。やはりメインの寝室はこちらでしょ。私がもしこの家に住めるなら、こんな感じのレイアウトにしてみたいですね。クローゼットはどこかなと部屋全体を見回したところ、細長い扉を発見いたしました。これは開けざるを得ませんよね。中は、この字型のポールが走る、ウォークインクローゼットでした。これだけポールが長ければ、ご夫婦の洋服も、丸ごと、こちらのクローゼットに収まることでしょう。
ポールの上はコの字型の棚となっているので、普段使わない荷物などの収納にもってこいです。床を見ると2畳ぐらいはありそう。どうですか？このお部屋へのお引っ越しをお考えの方、私をここに住まわせてみませんか？室内の設備を使用させていただく代わりに、家賃の一部をお支払いいたしますよ。それではこれから、この部屋のアイデンティティとも言える、ヤバすぎる間取りを拝見しに行っちゃいましょう。いよいよ楽しくなってきましたぞ。皆さん、お待たせしました。本番はここからです。はい、ひとまず玄関に戻ってきました。ここで右手の窓にご注目ください。この窓の先、なんか通路っぽくなっているの、わかります。そうなんです。ここは間取り図だと、ルーフバルコニー扱いなんですが、このルーフバルコニーの先にさらにお部屋があって、こちらが 5.1 畳のアネックス。単なる物置として使うにはもったいないぐらい、ちゃんとしたお部屋じゃありません。窓も大きいし、エアコンもついているし、このお部屋、あなただったらどう使いますか？子供部屋にするのもありなのかな。思春期のお子さんは親御さんと同一空間で過ごすのを嫌がりますから、いっそこのアネックスをねじろにしていただくなんてのはどうでしょう。まあ、食事やトイレ、お風呂のたびにいちいち、ルーフバルコニーを通って本館に戻らなきゃいけないのは結構めんどくさいかもしれませんけど。あれ？間取り図ではこのくぼみのところ、両扉付きの収納があることになっているんだけど。ないぞ。あるのはただの空間のみ。どうなっているんだろう。本来だったら、ここにクローゼットがあったりするんじゃないのか？今はただの空間しかないので、クローゼットっぽくしたかったら突っ張り棒を通すしかありませんね。あとは、いっそ、本棚スペースにしてみてもいいかも。そしてこの窓の先には、なんともう一つのルーフバルコニーが、しかもこっちのルーフバルコニーは、アネックスと同じぐらい広い。本日はあいにくの天気なので、どんよりした雰囲気ですが、周りに背の高い建物がないので、晴れの日だとかなり気持ちのいい眺めが期待できるんじゃないかな。いかがでしたか？このアネックスの、ルーフバルコニーサンドという激ヤバな間取りは、これがあるおかげで、間取り図を見ると、異常に長いお部屋に見えるんですよね。実際に暮らしてみると、おそらく部屋の長さは気にならないと思います。特にアネックスを使わなければ通常のお部屋ですしね。仮にアネックスを使ったとしても、アネックスと本館をつなぐ、ルーフバルコニーが短いので、部屋が長い、とは思わないはず。まあ、移動の時にいちいち窓を開け閉めするのが面倒、とは思うかもしれませんけどね。都内で離れのある家に住めるなんて経験、めったにできないので、離れという存在に憧れがある人には刺さる物件じゃないでしょうか。本日ご紹介したのは、千歳船橋駅徒歩8分の、過去一長い部屋の間取りのお部屋です。家賃と間取り図がこちら。改めて間取り図で見ても、変なお部屋だなぁ。これからも、ヤバい間取りの物件を続々とご紹介していきますので、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。今すぐにでも、引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで、紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結する、あなたの理想不動産、公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見や、ネットには出回らない、超穴場物件のご紹介も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。